兄貴、もう少しゆっくり歩いてくれよ。ドロロ、どうした？なんでもないよ。行くぞ。うん。どけどけ！今の奴ら、多分朝倉の石膏だ。それが大五稜の方から走ってきた。そうか。待ってくれ、兄貴。おいら、なんだか嫌な予感がするよ。構わない。大五に体がある。ギャクルの巻。申し上げます。新たに領内二つの村で流行り病が出た模様でございます。やむを得まい。村ごと焼き払い、近隣まで広がらぬようにいたせ。はっ。申し上げます。朝倉軍、着々と兵が集まりつつあるとのこと。その数およそ2000。動くそうか。いえ、まだその気配は見られません。我が軍の兵と兵糧はどうなっている？同盟国および災難に見舞われていない村からの徴用確保を進めておりますが、いまだ十分とは。遅い、急がせろ。この国の安寧の時は終わりまする。許せ。動ける男は残らず兵として徴用する。もたもたするな。せめて 2,3 人だけ村に残すわけにはいかねえですか。女子供だけじゃ力仕事が。国の一大事に気にかけている場合か。こんな偏僻なところまで馬を取りにおいでなさるとは、よほどのことなんで。おお、これは見事な馬だ。もらうぞ。このミドロはうちの稼ぎ頭でして、どうか怪我をさせずに戻してくださいまし。勝手なことを言うな。我らは国のために戦うのだぞ。さあ来い。言うことを聞け。こいつ。なんてこと。お前も手を貸せ。はい。着々とこちらへと向かっております。間違いなく百鬼丸なのだな。確かにございます。いつも連れている子供もおりました。数日のうちに領内へ入るかと。やはり来るか。その頃には朝倉も動くはず。いかがいたしましょう。ならば私が百鬼丸を撃ちまする。兵をいくらか集めたとて奴にはかないませぬ。とはいえ今は全軍を向かわせるわけにもいきますまい。陸奥と兵庫がおれば他に兵はいりません。父上、ここで百鬼丸を撃てぬならば、この先大吾を治めてゆくことなど到底できませぬ。よかろう、行ってまいれ。
よろしいので。あの目を見たであろう。止められはせん。お前にやってもらうことがある。なあ兄貴。なんだ。大吾に言ってさ、もしも、もしもまた兄貴のお父ちゃんやお母ちゃんが来たらどうするんだ。邪魔するなら切る。でもそんなことしたらこの先一生何があってもそばにいられなくなっちまうんだぞ。ドロロがいる。何をしている。若がお待ちだ。またたくさん死ぬのか。あの時の俺らのような人たちが。戦は嫌だ。ああ、何としても百鬼丸を倒し終わらせなければならぬ。分かっている。これ以上この国の民を苦しませるわけにはいかぬ。災いを払いに行くぞ。はっ。そうでしたか。多宝丸が百鬼丸のもとへ。はい。今の百鬼丸は取り上げられた玩具を泣いて取り戻しに来る幼子のようなもの。きっと誰の言葉も届かないでしょう。そしてそれは大吾のため修羅の化身となろうとする多宝丸も同じ。領主の妻か子を持つ母かどちらか一方であったなら己の無力さを呪うこともなかったでしょう。お方様。百鬼丸、多宝丸。おおい、ちょっと待ちな。ん？あんたら大吾の人かい？違うけど。だったら悪いことは言わねえ。すぐに引き返せ。もうすぐ朝倉との大戦が始まるぞ。ったく、大吾に行けば儲けられるって言うからこの田舎くんだりまで来たのによ。あんたらも命あってのものだねだぜ。あおい。兄貴。邪魔するな。何やってんだよ。兄貴聞いたろ。やっぱり戦が起こるんだ。決
気持ちはわかるけど、今はやめよう。ダメだ、体を取り戻す。今はおっちゃんの言う通りだ。死んじまったらどうにもなんないんだってば。取り戻す。だったらおいらついていってやんねえぞ。なぜだ、奪ったのは奴らだ。おいらはただ兄貴が兄貴で亡くなっちまうのが嫌なんだ。怖いんだよ。なぜ俺じゃなくなる。俺の手で触る、俺の目で見る、俺も感じる。ドロロと同じに。チクショウ、おいらどうしたらいいんだよ。チクショウ、チクショウ。大丈夫か。ええ、どうやら少し気が張っているようで。そうか、珍しいな。兵庫は相変わらずか。困ったものです。思えば随分と共にいるな。影光様に助けられもう何年になりますか。よくぞ生き抜いた。もう大丈夫だ。ムクロの骨を削ったか。案ずるな、我らは敵ではない。多宝丸、ここにおるは陸奥と兵庫だ。今日よりこの屋敷に留め置く。これからは共に学問や剣術に励め。陸奥、兵庫、私は父上と共に太平の世を目指す。こうして死にゆく者もお前たちのように辛い思いをする者もいない世だ。そのために大吾を天下一の強国にするぞ。我らが望みは影光様と若の宿願に同じ。私は及ばずながら若の右腕となり、兵庫は左腕として宿願成就のその時まで全身全霊でお守りいたします。成就の時はすぐそこだ。この国を終わらせはせぬ。いざ出陣。進め。大吾など恐るに足らず。慣れていろ。ダメだ兄貴、あいつは兄貴の弟だぞ。違う。あれは俺を鬼神と呼んだ。以前とは比べ物にならぬ殺気、ご用心を。
丸。これ以上大吾を怪我させません。この多宝丸がここで貴様を撃つ。こっちだ。離せ。兄貴、兄貴。なぜ貴様が。影光様の命により密かにお守りしておりました。多宝丸は大吾の世継ぎ。必ず生きてこの城に戻らせよ。ここは引いてくださいませ。どけ。百鬼丸を倒さねばこの国は滅ぶ。殿の命にございます。聞かぬ。ごめん。わか。お運びしろ。その子供は。百鬼丸にとどめを刺せておらぬ。万が一のためだ。力なき者を利用するは卑劣。貴様らの理屈などどうでもよい。己の身が滅びようが、その魂をねじ曲げようが、若をお守りするのがお役目であろう。なぜ貴様らが若に助けられている。行くぞ。兄貴！兄貴！
Yeah!